道のくプロレス日本最小プロレスラー那覇真実です。荒垣はですね、今年はあいにくの初日雨となりましたけれども、もう例年に負けない、いやそれ以上の熱気をですね、リング上の四方から感じて、我々あのファンを楽しませる立場としても、この雰囲気を会場に持っていきたいなと思いました。すごかったです。